ブルームバーグビジネスウィークはアメリカ合衆国で発行されている週刊の経済雑誌である。1929年9月にニューヨークで創刊され、2009年よりニューヨークを拠点とするブルームバーグ社により発行されている。ビジネスを中心に政治、経済、金融、テクノロジー、ライフスタイルなど幅広い分野を扱う。世界の企業のブランド価値をランキングする。 トップブランドベスト100を毎年発表し海外では非常に有名である。他にも世界の革新的な企業をランキングするビジネスウィーク革新的な企業ランキングを発表している。ビジネススクールのランキング付けなどでも有名であり、特に MBA プログラムのランキングは企業、学生の間で重要視されている。日経ビジネスの海外情勢を取り上げるコーナー 世界長官では同志の記事が定期的に掲載される。ライバル紙はフォーチュン、ホーブス等である。ビジネスウィークはウォール外大暴落の数週間前の1929年9月にニューヨークで創刊された。この雑誌にはその当時の経済界で何が起こっていたかについての情報や意見が掲載されていた。初期の雑誌のコーナーにはマーケティング、労働、財務、 経営、ワシントンアウトルックなどがあり、経済界に直接影響を与える政治問題を取り上げた最初の出版物の一つとなった。もともとビジネスウィークは経営者を対象として発行されていたが、1970年代に戦略を転換し、経済界以外の消費者も対象とするようになった。1975年の時点でこの雑誌は、 アメリカの他のどの雑誌よりも年間の広告ページ数が多かった。ビジネスウィークは1988年に全米のビジネススクールの MBA プログラムの年間ランキングの発表を開始した。スティーブン・ B ・シェパードは1984年から2005年まで編集士官を務め、ニューヨーク市立大学クレーグ・ニューマークジャーナリズム大学院の創設時の学長に選ばれた。 シェパードの下でビジネスウィークの読者数は1980年代後半には600万人を超えるまでに成長した。シェパードの後を継いだのはウォールストリートジャーナル元編集長のスティーブン・ j アドラーである。2006年ビジネスウィークは MBA プログラムのランキングに加えて学部のビジネスプログラムの年間ランキングの発表を開始した。 ビジネスウィークは2000年代後半の不強化で発行部数が減少し2009年に入ると広告収入が3分の1に減少し発行部数は93.6万部にまで減少した2009年7月にはマグローヒル社がビジネスウィーク市の売却を検討しそのためにエバーコアパートナーズ社と契約したと報じられた同志は負債を抱えていることから同志を 黒字化するために損失を被ることを意図はない。投資家に対し、名目上1ドルで売却することが提案されていた。2009年後半、ブルームバーグ社が同時を買収し、ブルームバーグビジネスウィークに解消した。同社は200万ドルから500万ドルの間で負債を引き受けたと報じられている。2010年初頭、雑誌の再デザインの一環として、雑誌のタイトルの W を小文字にした。 ブルームバーグビジネスウィークに解題した。2014年の時点で同志は年間3000万ドルの損失を出しており、2009年に報じられた6000万ドルの約半分になっていた。アドラーは編集長を辞任し、後任にタイム氏の元副編集長の女子タイランジールが就任した。2016年、ブルームバーグは2000万ドルから3000万ドルの損失を出していた。 ビジネスウィークの刷新を発表した。アメリカ、欧州、アジア全域で30人近くのブルームバーグニュース社のジャーナリストが解雇され、翌年から新しいブルームバーグビジネスウィークが創刊されると発表された。また、編集主官のエレン・ポロックが退任し、ワシントン支局長のメーガン・マーフィーが次期編集主官に指名された。ヨーロッパとアジアで、 ビジネスウィークの地域版が発刊されていたが、2005年に発行が中止された。ウェブマガジンによる地域版の発行は継続されている。同年、ロシア版がロデオの不出版社と共同で創刊された。同時に、ビジネスウィークはレバノンベルートに拠点を置く、出版、市場調査会社のインフォプロマネジメントと提携し、アラブの22カ国でアラビア語版を制作した。 ブルームバーグビジネスウィークは国際的な展開を続け、2011年にはポーランド5番、2011年11月に中国語版の導入計画を発表した。ブルームバーグビジネスウィークは2011年に iPad 版を発売した。これは Apple 社の定額制課金サービスを利用したもので、この購読方法を採用したのは初だった。 ビジネスウィーク iPad 版の購読者は10万人を超えている。ありがとうございます。